三菱 A 型は三菱合資会社が大正時代に三菱造船及び三菱内燃機で製造した自動車である。三菱 A 型1917年から三菱造船神戸造船所で試作を開始した。1917年は三菱合資会社が造船業を分社化して三菱造船を設立した年である。 1918年11月に完成した。すべて手作りですべて国産品で作った。最初の2台は東京丸の内の八重洲ビル付近で公開した。1919年5月には、高型と称して、同じく開発されたばかりの航空機エンジンとともに、福岡博覧会に出品した。1920年3月には、 米国製自動車の輸入販売修理の会社として、三菱造船と三菱商事が共同出資で設立した大手商会で販売した。販売不振のため原価を割る6,500円で販売された。同じく1920年に三菱内燃機が設立され、生産は名古屋に移管された。1921年に製造を終了し、 大手商会も1922年2月に解散した。1922年3月に開催された、平和博覧会の交通館に出品された。総生産台数は、試作合わせて22台、販売は、うち12台だった。このために本発の量産された自動車、見込み生産による乗用車量産第1号、と言われる。三菱内燃機自体が、 飛行機製造を目的として設立された会社だったため業務が本格化するに伴い打ち切りとなった会社の長期的取り組みとしての数あるプロジェクトの一つであり自動車に社運をかけていたわけではなかった軍部の航空機の開発と製造を重視せよとの指示のため国家と共に歩む会社としての三菱の判断は民間向け乗用車の製造販売からの 撤退であった。この失敗を教訓としてその後の三菱は自動車が産業として成り立つまで乗用車産業に携わらなかった。三菱が乗用車産業に復帰するまで三菱 A 型についての情報は積極的に社外に公開することもなかった。なお当時の車両はすでに現存しない。 現在、三菱オートギャラリーに展示されているものは、1972年に、当時の写真と資料をもとに三菱、ジープを、ベース車として復元されたレプリカである。三菱 A 型と同型のクーペショーファー型ボディを乗せた1910年式、フィアット3型三菱合資会社社長、岩崎小谷田が副社長時代に使用していたフィアットを、模して製作したものだった。モデルは、 フィアットゼローとフィアット3型である。A 型は運転席側面上部が開放されているだけのクローズドモデルであるクーペショーファー型ボディを乗せて作られた。ボディは歌詞をくり抜いて漆塗りされていた。初期、三菱の経営戦略を担った小店、平五郎の長男である小店大蔵も携わっていた。1917年に神戸造船所に入社したばかりだった。 イギリスのグラスゴー大学の機械科に席を置いていたことから自動車開発チームへの参画を命ぜられた。当初はテストドライバーだった。白洋車の豊川ジュニアとは親類に当たる。省電体像は同時期には飛行機の開発にも携わっていた。戦後に新三菱重工の副社長となった。1957年には後に YS-11 と名付けられる。 中型輸送機国産化のための基礎設計を行った財団法人輸送機設計研究協会の理事長となった自動車技術会三菱 A 型日本の自動車技術330選2021年10月1日閲覧 ABCDEFG 自動車に生きた男たち利根だちまさひさち1986年間 ABCDEFGHIJ 国産車作りへの挑戦カツ用に2008年間 ISBN 978から4から876873074国産第1号機秘書ありがとうございます